前回こちらの靴を履かせてみた動画を上げた時に、このデザインが可愛いからかわからないんですけど、おしゃれ目的だと思われたのか、コメント欄でかわいそうだとか、かわいいけど犬には不自然だとか言われてしまったんですが、すいません、おしゃれ目的ではありません。全く完全にこれが安かった、400円だったから買ってみただけです。いつもお散歩中コロンがプルプル震えているので、防寒目的で買いました。大好きなお散歩に行って体調を崩してしまっては元も子もないので、今いろいろ試行錯誤しながらお散歩行ってます。最近の愛犬用の防寒用品の例として、まあ当たり前の常備薬とか食器とかトイレ用品とかはあるんですけど、こういう犬用の靴や靴下っていうのもあるんですよ。で、これは普段から慣れさせておこうって書いてあるんですけど、やっぱり地震が起きた時とかはガラスの破片とか瓦礫とかで足を怪我してしまう可能性が高いので、そういうのから守るためにもいきなり履かせるんじゃなくて、普段から慣れさせておいて、で、その時に使おうっていうので推奨されております。あとはいきなり肉球を怪我した時とか、そのままにしておいてお散歩とか行くと、そこからバイ菌が入って化膿してしまって悪化するっていうこともありますので、そういう時のためにも靴って大事なんですよ。可愛いから履かせるとかそういうことではないです。正直履かせるのもめんどくさいし、なんなら足洗う方が楽だしね、コロンの負担にもならないと思うんですけど、防寒、あと防災、そして怪我の時のためなど、いろいろ用途があります。その時コメント欄でたくさん教えてもらいました。このポーズというところのラバードッグブーツかなを買ってみました。どうやらこれはワンちゃんの足に履かせてもなんかあんまり違和感がないみたいで、普通に歩いてくれるとか、あとコロンの苦手なマジックテープもついてないので、多分コロンも嫌がらずに履いてくれるのかなと思って買ってみました。ただ少し心配なのが、これが本当に防寒効果があるのかっていう、別に裏起毛とかでもないし薄っぺらそうなので、で、これサイズがタイニーサイズって言って、まあタイニーって英語ですごく小さいっていう意味なんですけど、ここまで小さいサイズがあるのは珍しいので買ってみました。あれ ?10 個入りかな、何個入りかな、意外といっぱい隠れてました。1,2,3,4,5,6 な、12個入りでした。あ、これはじゃあ3回使えるね。なあ、食べないで。でね、タイニーサイズが色が黒か黄緑かしかなくて、黄緑はさすがにちょっとコロンの足には目立つので、で、洋服にも合わないなと思ったので黒にしました。めっちゃ食べるんですけど、めっちゃ食べるね。これ食べ物じゃないよ。なんかね、サイズ的にはもう ほとんど指サックですね。事務仕事してた時よくこれなんかこんな感じでめくってたなって思い出します。入るのかな、この履いてみる。ちょっとこれが本当に防寒効果とかあるのかチェックしたいと思います。あの保冷剤ですね、夏場首輪に通してとかハーネスに通して使える
保冷剤なんですけど、もうカッチカチです。冷たいです。ちょっと指にはめてみたので、これで持ってみます。あ、そんなに冷たくない。意外と防寒効果はあるみたいです。これ耐熱温度が確か100度以上あったはずなんですよ。なので夏場も活躍するはずです。そして完全に防水なので雨の日でも大丈夫です。履いてみようか。なんかこれ専用器具があるらしいですよね。ここにパッて開いて足をポンって入れるだけの。そしたらすごい楽に履かせられるらしいんですけど、ちょっとそれを買い忘れてしまったので、知らずに、そんな存在があることを知らずにこれだけを買ってしまったので、頑張って履かせてみたいと思います。履けました。どうやらね、全く違和感がないみたいで、走り回っております。ほい、うん、普通に歩いてます。この間のより全然違和感なさそう。行くよ。慣れた。もう慣れた。やったね。このままお散歩行こうか。
右前足の一足が履かせる時にちょっと破れちゃってたみたいで、出発前に脱げちゃってたんですけど、しっかり回収済みです。耐久性はちょっとこういう感じでよくわからないんですけど、そういう時のためにいっぱい入ってるんだなと多分思います。12足入りで1500円かよ、まあお店によっては2000円ぐらいだったので、まあまあ安いかなと思います。そしてすごい歩きやすそうだった。なんかずっとルンルンして歩いてました。楽しそうだった。この間の靴と全然違うね。教えてくださった皆さんありがとうございました。ちょっとだけ履かせにくいなっていうのが難点なんですけど、それを除けばとても優秀なお靴だと思います。